裏を走らせる。さあここは自分で行くのか、クロスボール、来てるか、さあ逆サイド、何番目がエリアの中に入った、そして逆サイド、カズマがスタート、何番目が、まだエリアの中、レオミネイロ、どうだ、自ら持って少し、さあクロス、藤がいる、さあレオミネイロ、一旦下がってクロス、タピア、そうですね、そうですね、そうですね、たださ、高い位置、レオミネイロ、クロス、ナンバー、さあ後ろには、小野のシュート、鈴木がしっかりとここは対応しました、まだありますからね、セカンドボールは岐阜です、はい、折り返しですね、折り返したボール、ああ、いい、レオミネイロ、クロスが入る。対で岡山4点リード、岐阜は4点追いかける展開、岡根のヘディングですが、岡山吐き出していきます、弾かれたボールをレオミネルが追いついてクロスを上げていきますが、さあキーパーの前です、弾いて、なんとかボールを外に出していきます、もう一度レオミネル、うん、ボール中央に上がったヘディング、レオミネル中央にクロスを上げた、エランドを飛び込んだファーサイド、レオミネル、レオミネイロがボールを奪った、クロスが上がる、落として、高知、レオミネイロ上がっていくか、ちょっと時間がかかっているか、左下クロス上げる、滝谷だ、タモリがもう一度レオミネイロふわりと上げる、ヘディングはどうか、アンサイドのレオミネイロ、ここはそのピッチコンディションに助けられたか、面白い、ふわっとボールを上げて、さあファーストイン選手がいます、ただいった、折り返す、ヘッドでそらしてシュートまで行け、竹吉監督のコメントです、さあレオミネイロのクロス、スライダーファウル、中1胸に落として次島で行けるか、ここはバイスからレオミネイロ、鈴木から田中、ファーサイド、エヴァンド、その対応がいい仲間、レオミネイロが中に放り込むか、風間に合わせていきましたが、前半の30分ぐらいは何かこう展開が、おっとこれは合わない、レオミネイロから確信を持つと思っていくが、さあクロスキングボール、さあどうだ、決まったか、攻撃を見せてくるのか、レオミネイロが左サイドクロスボール、ザキヤのシュート、レオミネイロがフリーボールを要求、中にはタキヤも入った、右足でクロスを入れてくるが、風間のヘッドこぼれたところ、押し収めていない、ここはレオミネイロが左サイド、このクロス、風間のシュート、一度狙うと、レオミネイロ中にナンバーも待っている、そのナンバーまで最後はまた岐阜は高い位置でボールを奪って攻め込んでいきます、ゴール前は2人、